乗客のチェック終了しました。該当者はいません。負傷している者も、高熱を出している者も、もう死んでる者も。君、家族は東京だったな。電話には誰も出ません。嫌なにやけずら。俳優だよ。常夏市にロケに来ていた。距離450、不行角-6、左右の風はほぼ無風、修正の用なし。射撃許可確認した。お見事。ランウェイ上のターゲットは全て無力化した。終わり。何やってんだ。朝から寝転びっぱなしだったのよ。しびれちゃった、うん、俺が揉んでやってもいいよ。私より射撃がうまいならいいけど。全国の警官でベスト5に入るお前にか。無茶言うなよ。なら諦めて。にしても船でしか来られない洋上空港にまで出るとはな。立ち入り規制をしてるんだ。ええ、要人とか空港の維持に不可欠な技術者、彼らの家族、その中の誰かがなったのよ。今はまだいいけど、いつまで持つか。ここだって俺たちがテロ警戒のために派遣されてなければどうなってたことか。とはいえ弾も無限にあるわけじゃないから。逃げるつもり？そのつもりはない。まだね。私は街に行くわ。いずれは。男でもいるのか？友達がいるのよ。そうです。ですからそれぞれが勝手に行動するより、どこか安全な場所を得た後に行動すべきです。例えば家族の安否も、規律のある集団としての準備ができてから、それから考えるべき問題でしょう。今はまず何を、体制を整えることが先決です。わかりますか、高木さん。
おはようございます。よく寝てられるわね。よだれよだれ。だってこれじゃあ。街の外に逃げた方がいいのに。車だけが脱出の手段じゃないわ。あ、洋上空港か。都市部が危険なのは目に見えてるから。どこかの島や武器の人口比が高い独立した地域とかに逃げようとしてる連中は山のようにいるはず。沖縄とか。あそこにいるアメリカ軍は戦闘部隊じゃなくて、あ、自衛隊がいるか。適切な対処が行われているなら北海道や九州でも大丈夫なはず。飛行機が向かっているのは大抵そのあたりだと思うわ。僕らもそういうとこ行きますか。遅すぎるわ。自衛隊とかアメリカ軍が多い地域はたとえ奴らを制圧できていても受け入れに厳しい方針を取り始めているはずよ。いいえ、いずれ世界のあらゆる場所がそうなる。他者との接触が奴らの侵入を意味しかねないとしたら、あんたどうする？引きこもります。世界中の人間がそう考えたらどうなるかしら。生き延びるのに必要な最小限のコミュニティを維持することだけを考えるようになったら。高木さんは本当に頭がいいんですね。何言ってんのよ。あいつもうそういうノリになってる。自分で気づいてるかどうかはわからないけど。いい？たった一晩でそうなのよ。友愛しましょうか。それより私たちがどう生き残るか考えた方がいいわ。信用できる相手と。もう小室がいたら相談できるのに。高木さん、コンボのこと好きですもんね。バカ言わないでよ。何？心配だな。小室君たちが無事に落ち合えるといいのだが。いいじゃねえか、まるで地獄だぜ。むちゃくちゃね。戦争みたい。戦争よりひどいかもな。ここにいちゃ危険だ。突っ切るぞ。見てみろよ。これじゃいつ渡れるかわからない。本別橋へ向かって先生たちと合流する。
時だからこそ我々は富士見学園の者としての誇りを忘れてはならないのです。誇りを忘れてはならない。その意味でバスを飛び出していった小室君と宮本さんは皆さんの仲間にふさわしくなかったのです。生き残るため団結しましょう。マジヤバいわよ。確かにな、あれではまるで新興宗教の勧誘だ。まるでじゃなくてまんまその通りよ。話を聞いてる連中を見てみなさい。宗教カルト、指導教の始まりを目にしてるの私たちは。道がこのありさまではバスを捨てて逃げるしかないな。なんとか音別場所を渡って東署へ向かわないと。小室君との約束がある。ずいぶんと小室のこと気にするじゃない。自分の家族は心配じゃないの？心配だが、家族は父一人だし国外の道場にいる。つまり今の私にとって小室君との約束以外に守るべきは自分の命だけなのだ。そして父からは一度した約束は命に変えても守れと教えられた。皆さん、お家はどこなの？小室とかと同じ音別橋の向こう。ああ、僕も両親は近所にいないんで、高木さんと一緒ならどこでも。キモ。ご家族はどちらにおられるのだ、平野くん？父さんは宝石商なんでアムステルダムに買い付けに、母さんはファッションデザイナーなんでずっとパリにいて。いつの時代のキャラ設定よそれ。漫画だとパパは外国航路の客船で船長さんとかでしょ？おじいちゃんがそうでした。おばあちゃんはバイオリニストだったし。完璧。で、どうするの？私も一緒に行きたいから。いいの？私はもう両親いないし親戚も遠くだし。こんなこと言っちゃいけないんだけど、指導先生あんまり好きじゃないの。ではどうする？この辺りはよく知らん。とりあえず音別橋を確かめるのよ。どうしたのですか皆さん、ここは一致協力して。ご遠慮するわ指導先生。私たちには私たちの目的があるの。修学旅行じゃあるまいし、あんたに付き合う義理なんてないわ。ほう。あなたたちがそう決めたのならどうぞご自由に。高木さん、何しろ日本は自由の国ですからね。しかしあなたは困りますね、マリカワ先生。現状で意思を失うのはマイナスが大きすぎます。どうです、残ってもらえませんか？こちらにもあなたを頼りにする生徒がいるのです。平野君、外れたわけじゃない、外したんだ。君はそんな乱暴な生徒では。俺が学校で何人片付けたと思ってるんです？大体お前は前から俺のことバカにしやがったじゃねえか。俺はずっと我慢してきた。普通に生きていたかったからずっと我慢してきたんだ。でももうそんな必要なんてない。普通なんて何の意味もない。だから俺は殺せる。生きている奴だって殺せる。もう平野君、そんなことは。武蔵島先輩、先に降りてください。僕が護衛を務めます。おのこだな、平野くん。先生。
同じね。どうする？他の橋を試してみる。多分ダメだろう。渡れないようにされてるよ。そうでなければ規制してる意味がない。どうにかして音別橋を渡って7時までに東は行かないと。どうにかってどうやって？考えてる。こんな時言うな。言っても仕方ない。銃声？違う、これは やっぱり指導先生と一緒にバスにいた方が良かったんじゃないかな。あら、嫌いだとか言ってませんでした？確かにそうなんだけど、私歩くの苦手な人だし。武蔵島先輩、弾が切れます。こいつを貸そうか。肉弾戦は無理です。ならば今は戦の一時あるのみ。ちょっとタカシ。してないでしょ。先生！あらあら、宮本さん、土偶ね。奇遇です。小室君も。床の総橋もダメだったのだな。ねえ、行き場なしです。ならばこそ無事で何よりだ、小室君。武蔵島先輩も。私は無事でよかったよ。高木も平野も。カメラ、どうしたの、これどうしたの。ルダンはこれ警察で配備されてるスミス&ウェッソンの後で話すよ。ウェイトだよね。 M36 チーフズスペシャルのフレーム。道路が封鎖されているのでバスから降りたが、渡過する方法を見つけられないでいる。川は増水してるし、上流へ行っても無理でしょうね。じゃあどうすれば。今日はもうお休みにした方がいいと思うの。お休みって？あのね、使えるお部屋があるの。歩いてすぐのところ。彼氏の部屋？違うわよ、女の子のお友達の部屋だけど、お仕事が忙しくていつも空港とかにいるから、鍵を預かって空気の入れ替えとかしてるの。いってらっしゃい。マンションですか？周りの見晴らしはいいですか？うん、川沿いに立ってるメゾネットだから、すぐそばにコンビニもあるし。あとね、車も置きっぱなしなの。戦車みたいなの。こんなのよ。確かに今日はもうクタクタ。電気が通ってるうちにシャワーを浴びたいわ。そうですね。このスケベ。先生と一緒に確かめてきます。静香先生、乗ってください。気持ちいい。あの先生、そこまでしっかり捕まる必要は。なんて？聞
だから聞こえない。だから聞こえない。だから私なのよ。奴らは塀を越えられないだろうから安心して眠ることはできそうね。とにかく早く。コムロ、これでいい？ああ、十分だ。下がってろ。お互いにカバーし合うことを忘れるな。行くぞ。よくよく考えてみれば驚くべき変化だった。その時僕らは逃げていたのではなかった。生き残るためにこの終わりの中で初めての攻めに出たのだ。そしてそのことに何の疑問も覚えていなかった。たった一日で僕らはそこまで変化していた。これじゃ山へ死にたくない。